この政府のこの徴兵制というのはその意に反する区域なんだという考え方は、まあ、世界的には通用しない考え方だとこういうふうにおっしゃっていらっしゃいます。まあ、この点に関して今でもこういう考え方を維持されていらっしゃるのか、それともかつこれはかなり、まあ、いわゆる学会の中では少数な考え方ではないかなと思うんですけども、どういうふうにご認識かご所見をいただきたいと思います。西参考人。私の徴兵制に関するごく最近の考え方につきましては、私のこの一番よくわかる憲法第9条にございます。そこでは別に自己宣伝するわけじゃありません。もうここは今何も持ってきてないもんですから。でそこでですね、そこでは徴兵制に行き着くという飛躍した論理がありますと。でも私はこのような考え方はいかがかと。そこで私はこれ全部読むと時間がありませんので、ごく簡単に申し上げますと、なぜですねこういう徴兵制に行き着くかというような、感情的な考え方に反対か。一つは政府はですね徴兵制を憲法違反であると解釈し続けております。政府は13条18条、こういうことによって、こういう条項によってですね、まあ、エニアンソークリークはこれはダメですと。で、政府としてはですね、横畑さんですか、従来の解釈を踏襲して、平時有事を問わず憲法上超越を取ることはありえず、憲法解釈上の変更の余地はない。こういうことを明言しているではないか。それから第二には、二つにですね、現代の平均水準は、徴兵制をほぼ無用にしております。私は今の徴兵制というのは無用論、不用論、非現実論。今の軍隊というのはプロフェッショナルの集団でありまして、だからこそドイツ、イタリア、これは徴兵制憲法して規定してるんですよ。憲法で規定しております。憲法で規定しておるその ドイツ、イタリアでもこれは今兵器制です。まあ、ヨーロッパで徴兵制はスイスですよね。スイスは徴兵制、憲法で規定されて軍隊を持ってます。しかしあれご存じのようにハリネズミのような国防体制、徴兵制です。で我が国はもし非集団自衛権を取るならばスイスのような、あのようなハリネズミのような、国防体制を取るのか、これは私はナンセンスだと思います。であるならば日米安保条約でもどこを強化して、そして、お互いに、助け合う、これが私は一番重要である。だから第三には、まあなんかこれはですね、もう徴兵制を取られる、例えば、もう自衛官はダメだからということでですね、防衛庁がダメ、防衛大学校も少ない。しかし防衛大学校の学生は多くなっている。それゆえ集団自衛権の容認が徴兵制に結びつくというのは国民の感情に訴えた非現実的な反対論だということを、非現実性を言っておりますけれども、そこでですね、私についてはいろいろね、いろいろなちょっと案をグループでね、憲法案を書いております。私の一番、考え方が出ているのは総憲案といいます。旧民主党の人たちの総憲案、その総憲案の第三条にはっきり書いてあります。兵役はこれを認めない、徴兵制はこれを認めない、これが私の現在の徴兵制論であります。以上です。はい、大串博士君。はい、まあ、書物に先生、徴兵制はその兵役はこの区役に当たるという考え方は世界的に